はい、こんばんは、ホワイトデーになりまして色違いの黒いレッグザープレゼントキャンペーンが、始まりました。イオンなんかで、3DS と、ポケットモンスターアルファサファイア、これですね XY オメガルビー、これを、受付のカウンターに、持っていくとこちらの、コードがもらえます。これをシリアルコードを登録すると、黒いレッグザがもらえるようになってます。じゃあ早速開けてみたいと思います。これですね、このコードをシリアルコードで入力します。早速やってみましょう。不思議な贈り物で受け取る、通信開始でシリアルコードを、はい、そしてこのシリアルコードを入力していきたいと思います。黒いレッグ、わかります？緑っぽく見えますけどこれ黒です。これで配達員からもらいます。ポケモンセンターに移動してみましょう。空を飛ぶでポケモンセンターに行きます。さあポケモンセンターに手持ちを開けないとダメなんです。ちょうど開いてた。じゃあこれで離すとレッグザをもらいました。そしてバトルリゾートのジャッジに見てもらいましょう。攻撃防御 3V ですね。まあこんなもんだと思います。以上です。あ、一応強さ見せますね。こんな感じです。コロコロが親ですね。わかりますか？竜の波動、竜巻、雷、神速を覚えてます。画量転生は覚えてません。こんな感じになってます。以上です。バイバイ。